はい、ということでね、動画の投稿が遅れました。すいませんね。九州地方全般に台風10号の影響が非常に多く、ありまして、やっぱりそういった時に、このね、やっぱり行ってる場所が福岡と大分県なので、そういった動画をね、上げるっていうのは少し、まあ、違うのかなと、僕自身判断したため、まあ、動画の投稿を遅らせるという、行動をしました。まあ、この後のね、本編は、ちゃんとね、楽しく見ていただきたいので、そういった動画のね、作りましたので、ぜひぜひ見ていただければと思うんですけど、やっぱりね、台風でね、そういった影響を受けた九州地方の皆さんは、本当に多分今、まあ、大丈夫であってほしいという願いもあるんですけど、やっぱりそういう人たちもいるんだなっていうことを、まあ、理解しながらね、動画を見てほしいなと、思います。ということで本編楽しく見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、福岡県のね、今博多市なのかな、まあ、福岡の博多に来てから、まあ、もう2日目の朝となりました。現在福岡県の朝食として食べて、その後は施設に行きたいと思います。というのがこれね、ほんと食べてみないとわかんないんですけど、すっごくうどんが柔らかいんですね。この伸びてるって感じの柔らかさじゃなくて、本当に柔らかくて美味しかったです。あと槍って言ってるこの長いのはね、ごぼうでした。はい、ということで、西鉄の、福岡駅、福岡天神駅に、やってきました。西鉄の車両を見るのはね、間近に見るのはこれが初めてなんですけど、まあ、阪急とまでは行きませんけど、まあ、こんな風にね、3台、まあ、並んでますし、まあ、結構ね、やっぱり大きい駅なんだなと、思いましたね。これが今から乗ります急行花畑駅です。急行とか特急とかいろいろありまして、まああんな風にね、クロスシートなのでいいかなと思います。向こう側のはロングシートですね。普通二日市行き、二日市でたまに、これで僕もね、今から二日市に行きたいと思います。西鉄のマークはこんな感じです。向こうから特急、真ん中が普通、こっちが急行という、まあ、並び方になっています。急行はね、花畑行きが今から3つ連続で走るということなんですが、今特急は出て行っちゃいましたね。かっこいい、ね、車両ですね。これもなかなか、あちらのも、花畑駅に乗ってまずは二日市を目指していきたいと思います。はい、ということでね、今ね、この西鉄福岡天神駅が発車しました。今ね、僕がちょっと見えていたのはね、古い車両でしたね。やっぱ私鉄というのはですね、ああいった古い車両も長く使っているっていうのが本当にいいところなんじゃないのかなと思います。ということでね、ちょっと軽く西鉄自体の紹介をしたいと思います。西日本鉄道、略して西鉄と言われていましてね、こちらの鉄道会社、1942年、9月に、まあ、九州電気軌道と九州鉄道とかね、いろいろな会社5社が合併して作られた、鉄道会社です。でね、西日本鉄道ということでね、今福岡でね、こうやって走っていて、本当に皆さんね、いろんな方に多分愛されている路線だと思います。そしてね、なんと2024年4月、今年の4月ですね、そこでなんと、開業100周年を迎えました。いや、本当にそれはおめでたいことだと思います。100年ってね、本当にやっぱり1世紀まるまるまあ走ってきたということになりますから、やっぱりね、どの時代にも愛されてきたからこそ今、こうしてね、
走れていると思うので本当におめでたいことだなと、思います。さあそして、ね、車窓の方を紹介していきたいと思います。そうですね、やっぱり今西鉄のね福岡天神駅から少しずつ離れていますけど、今はまだ全然建物が多いですけどね、きっと離れていくごとにまた、景色が変わってね、山が見えたりと、自然が多く見られるのではないのかなと、思います。今ね急行に乗っているので、急行花畑駅に乗っているのでね、ちょくちょく駅の方を通過して、行きますけど、古い車両もね、すれ違ったり新しい車両もすれ違うので、やっぱりねいろんな車両が見れて、なかなか面白いかなと思います。この列車自体は、割と新しめのね、列車ですね。今駅を通過してますけど、次の停車駅は役員駅です。あ、またこれすれ違ってますね。割とねやっぱりね施設ということもあって、まあ、短い編成が多いんですけど、その分ね、車内も、ロングシートではなくねクロスシートなので、本当に旅をしているというね、感じがして、僕は車内全めちゃくちゃ好きになりましたね。はい、ということでね、二日市駅からまた太宰府まで2駅乗って、太宰府駅にやってきました。すごいね、作りが良くてですね、バスもこうやってたくさん走っていて、あとラッピングの車両でしたね。ラッピング車両もね、本当に一流一流全然違う走りで、すごいね、自分で走っているんだなっていう感じがして、なんか本当に綺麗だったので、また帰りに乗って乗れたらいいかなと思いました。タビビーター、タビビって書いてありますね。あのタビビっていうのがね、車両に、はい、ということでね、太宰府のこの中ですね、このお寺の部分、ここまず映してるのはあれですね、お賽銭をする場所で、皆さんね手を合わせてお賽銭をしてね、まあ、願い事だったりとか、まあいろいろなことありますけど、お願いをしたりしていました。そしてね、ここ本当に綺麗、この鳥居というかこの中に入るね、ところ、このやっぱり細かいね、作りですごくやっぱり綺麗だなと思いました。はい、そしてここもね、橋ですね。多分動画の方でも渡ってるとこ映ってるかもしれないんですけど、奥の、ね、方にね噴水とかもちょっと見えるかもしれませんけど、本当景色が綺麗で、この自然に囲まれた感じがね、また雰囲気、すごくね良かったですね。はい、そしてここもね、まだ多分太宰府の外だと思うんですけど、小さいこの鳥居ですね、鳥居があって、このような感じで、まあ、人がいっぱいいて、やっぱりねこの木があってすごく雰囲気もいろいろと良かったかなと思います。ということで太宰府もねだいぶ見ましたね。はい、いや本当にちょっとね昔ながらの雰囲気とかこういったね雰囲気を味わえて非常にいい場所かなと思います。またねお土産屋さんとかもありますし非常に良かった。
っちゃいバスですね。まあ一旦バスとかもマホルバ号と書いてありますけどね、バスが非常にいっぱいありまして、あとまあ駅からのねこの距離というのもまた近いので、そこも魅力なのかなと思います。太宰府駅このように本当に別に天神駅ね、福岡天神駅に施設のそこからも別にそこまで遠いわけではなく、まあ、3、40分ぐらいでね、30分ぐらいかな、まあ、そんなもんで来ることができるので非常にいい場所だったかなと思います。福岡県駅来たらね、もう自身景色もね、山も見えて綺麗です。またこういったバスで博多駅まで1本で行ってくれるこういったバスもありますので、そちらの部分も早くね、来れるかもしれません。ということで、太宰府のね、紹介でした。こんな本当に綺麗です。さあ、そしてこれにて、とりあえず太宰府のね、この駅と周りの紹介が終わろうと思います。はい、ということで、これ太宰府駅です。入ってきました。いや、こんな感じ、非常にいいね、駅となってまして、16分ぐらいおきにね、電車をして15分おきぐらいですかね。だから太宰府と書いてあります。このなんかね、本当にいい感じの駅です。そしてこの旅人と書いたこの列車、一度も同じ車両ですね。一度同じ車両に乗れてラッキーです。二つホームがありますが、この路線は単線なのでね、こっちが行った後にまた発車するということですね。5両編成、まあ単線にしては長いかなと思いますけど、だいたいね1両編成とか2両編成がまあ多いかなという僕の中でイメージありまして、そして中にもこんなものがあります。で、中はこんな感じ、フミクルシートですね。優先席はロングシート、そんな感じです。いや、この雰囲気のある素晴らしい駅だと思います。ということで、太宰府駅ともこれでお別れです。ご乗車ありがとうございます。この電車は富士山行きの普通電車です。次は五条です。五条の次は富津台地駅、そこにて乗り換えになります。太宰府駅の境ですね。こうやって座敷あるじゃないですか。で、ここをこうやってやるとガチャンとなります。で、これ今先頭車両誰もいないのでできることなんですけど、でこれもう貸し切りですよ、先頭車両。いや、すごい。これでガチャンとなるはずです。こうやってね、ボックスみたいな感じにすることもできます。前も見やすいこうやって、いや、すごい。そして向こうから車両が来て単線なので、ここで通過というか、まあ入れ替えるということですね。いや、すごいわ。
だからこうやってボックスシートにすることもできてね、後ろに進む方でね、進むと酔ってしまう方とかもいるので、そういった場合はこれをこのようにガチャンとやることで逆向きにすることができます。あ、向こうから車両行きますね。こっちへ取ることにしましょう。私鉄50駅、車線を取ります。連車してしまいました。でもこれも古い車両で、僕はこの車両も好きですね。一回乗ってみたかったんですけど、乗り換えで乗れたらいいかなと思いました。ではここに座らせていただきましょうか。ここがちゃんとで座ります。から、ね、見させていただきましょうか。全面展望いいですね。ここから少しカーブが多くなって左方向に抜けていきます。ちょっと人がいるとやっぱり周りのお客さんに迷惑になってしまうので喋りにくいんですけど、まあこうやって人があまりいないところだと少し、ね、声を出して喋ることもできますので、次は周りのお客さんにね、やっぱり迷惑をかけないで撮るっていうのが一番大前提でね、撮らなきゃいけないと思うので、結構やっぱり私鉄のね、この路線は50駅もある大きい路線で特急もありますので、本当にいいかなと思います。信号が赤になっているのでここで停止するのかな。うん、停止するみたいですね。見えますかね、あの赤色のですね。久留米、柳川、大船方面へお越しのお客様は次の2日市で大船行き特急にお乗り換えください。大船行き特急は5番乗り場から15時16分の発車です。特急の途中止まります駅は久留米、本当にこの磯の、ね、こうやってやっぱり、ね、ボックスシートとかこういったね、クロスシートっていうの本当に、旅のね、旅の感じを感じさせてくれる、ね、雰囲気はある雰囲気ですね。まあそれを感じれるっていうのもポイントね、電車の醍醐味なのかもしれません。西鉄線乗ることができて本当に良かったですね。ここから先はあれですね、また反対方向に行くと思うので、ちょっとこうやってやっていきますか。あ、あそこに止まってますね、1個。もうやっぱりこういったね、電車に乗って、 あれ避難所ですかね、多分避難所だと思います。やっぱね、最近地震も増えてきてるので、それだけ気をつけた方がいいですね。いや本当にいいです。やっぱりね、自分が住んでる場所と違うところで電車に乗ったりするのもまた面白いかなと思います。あ、ローレル賞を取ってるんですね、2007年。それだけちゃんとしようと思います。福岡天神方面の電車は6番7番乗り場から小郡、久留米、これがね、二日市駅ですね。5番乗り場からそれぞれ発車いたします。では車内紹介も終わろうと思います。ありがとうございました。終点の2日市です。なお、この電車は到着後回送電車となります。ご乗車いただけませんのでご注意ください。あっちにも古い車両止まってますね。
本当にいい車両だと思いました。ありがとうございました。この電車は以上となります。はい、ということでね、もつ鍋を、晩ご飯としてね、まあ、食べることにしました。晩ご飯といってもね、まあまだ夕方だったんですけど、そしてね、まずごまサバを食べました。これレモンも乗っていて、本当にサバね、油が乗っていて、ごまもね、絡めて食べて美味しかったです。そしてもつ鍋、なんといってもね、味噌ベースだったんですよ。ニラもいっぱい乗ってて、もつも本当に美味しかったです。今ね、もうごちそうさまということでね、見せてたんですけど、いや本当に非常にねもつ鍋も美味しくて、味噌味で今回食べたんですけど、他にもねポン酢と醤油があって、まあ一般的には醤油を食べたことは僕あったんですけど、味噌は初めて食べて、いや本当に美味しかったですね。はい、ということでね、もつ鍋屋さんのね、一富士というお店、本当に今ね言った通りもつ鍋も美味しかったですし、本当ね、いやもういろいろ全部ねお料理美味しかったですね。はい、あと掘りごたつ式のね、今写真出てるかもしれないんですけど、掘りごたつ式のとこをね案内してくださって、お店の方がまあ本当に足をね掘りごたつなので下に伸ばせるっていうのもまたあんまりね疲れないからいいのかなと思いました。いや改めて見て、これ正面にありますのが博多駅、いや本当にやっぱ大きいですね。にもバスターミナルがありましてね、本当にバスもいっぱいあって、タクシーもあそこにねどんどん後ろにも待っているので、気軽に乗れると思います。博多駅の本当この大きさ、さすが九州できっと一番大きい駅なんじゃないでしょうか。いや東京駅もね十分大きいですけど、やっぱり博多駅目の前で見てみると本当に大きいなと実感します。あそこにもね大きい時計がありまして、ただいまの時刻が6時28分ぐらいかな、そんな感じになってます。電車の数も本当にすごいいいですしね、博多駅気に入りましたね。ものがありまして、これちょっと写真切れちゃってるかもしれないんですけど、このイカですね、この生きたままのこのイカ、生きているっていうかこの動くイカですね。よくアジとかもね生きたままのものがあったりしますけど、それのイカ版ですね。やっぱり九州イカが有名で、この佐賀県とかでね、有名らしいんですけど、やっぱり九州全体でね、こちら人気で有名ということでですね、ここで食べました。こうやってね、ほんと透明なこのイカですごい綺麗で、でほんと美味しいんですよね。この味も醤油につけてね、まあ醤油もね関東とかと違って少し甘みがある醤油で、まあまたそこもちょっと関東とは違うんだなと、思ってね少しびっくりしましたけど、それも美味しかったです。ということでね、今ねもう夜の8時半で、まあ博多の2日目ですね、2日目となって、もう明日、今度は大分県の方に、まあ、移動がありますので、まあ、早めにホテルに戻ろうかなという今ところです。あっちがね左行くと博多駅ですね。でやっぱりね博多は本当に食べ物が美味しいですね。いや明太子もねさっきもつ鍋を食べた時に食べたんですけど、もう本当に美味しいですね。やっぱり博多といえば明太子という、イメージがありますので、本当それだけ明太子本当美味しかったですね。一粒一粒がプチプチで、やっぱり本場の、まあ、明太子なんだなという、感じがしました。ここら辺はやっぱりね博多駅の近くなので、ホテルだったりもたくさんあって、まあ賑わってるかなと思います。あとねやっぱバスもあるので、バス停もねこのようにたくさん人が並んでいるというものです。はい、ということでもう2日目もこれでもう終わりになりますね。またこれホテルの前で今撮ってるんですけど、そうですね2日目も本当にやっぱりご飯が美味しい
ていうのをやっぱり福岡県ね、実感しましたね。明太子も美味しかったですし、もつ鍋もね本当に美味しかったので、やっぱりね、また食べたいと思えるような、ご飯本当にたくさんいっぱいありましたね。なんで良かったと思います。また明日はね、僕がずっと前から結構乗りたかった電車、東急湯布院の森号に、乗車します。今多分初めて行ったと思うんですけどね、そちらで大分県の別府の方まで行きたいと思いますので、そちらもねちゃんと撮って、皆さんにお届けできたらなと思います。ということで、まあ、明日もね、しっかり、撮っていきたいと思いますので、今ご視聴の方よろしくお願いします。ということでね、今日も一日ありがとうございました。ということで、ご視聴ありがとうございました。3日目続きます。